こんにちは、こげやてっちゃんです。今日のこげやてっちゃんがおすすめしますはこちら、ディーンのプラスの2番の細軸のドライバーです。プラスの2番で細軸、あまり気にしたことない方もいらっしゃるかと思いますが、プラスの2番で困ったことないでしょうか。例えば細い穴の奥にあるプラスのネジを回したいとき、プラスの2番なのに穴に入らない、ね、ガタつきを承知でプラスの1番のドライバーで回したことがある方もいらっしゃるかと思います。そんなときにね、このような細軸があったら回せましたよね。ということで今日はこちら、ディーンのプラスの2番の細軸のドライバーの魅力をいつものように3つのポイントでご紹介します。まず1つ目はここの細軸ということなんですが、まあ、どれくらいの太さなのかということですね。はい、ね、一般的なプラスの2番のドライバーといいますと、このような丸シャンクで、ね、PB ですと6ミリ、はい、この辺がね、やはり一般的な太さになります。このような、ね、六角軸ですと、はい、これね、6.35 とか、まあ、6ミリちょっとの太さになります。ですがディーンの細軸は、はい、5ミリ弱、ね、4.7 ぐらいですね。そして、これ六角ですからちょっと太いところありますね。はい、この頂点と頂点でいきますと、はい、5ミリちょっと。5.4 ぐらいですかね。はい。それくらいの細さになっておりますので、今までですね、このような2番で入らなかった穴の奥のネジも回せてしまうということなんですね。はい。このように、細いですけども、先端は2番になってます。ね。このような、はい、プラスのネジが、はい、ね。はい、しっかり合うということなんですね。はい。そして、ポイント二つ目。もうお気づきかと思いますが、六角軸になっているということなんですね。はい。一般的には、このような丸軸ですよね。で、先ほど申し上げたように、2番ですと6ミリです。で、番手によってですね、太さが変わってきます。それはやはり、ネジのね、サイズで頭の大きさも変わるというのもあるんですが、このトルクをですね、丸ですと、こう、ねじれが発生します。ですからなるべくですね、太いものには太いものでしっかりトルクをかけられるようにということでですね、ここのね、シャンクの太さは番手によって変わるわけです。ですからこれが細くて丸軸ですとなかなかですね、こうトルクをね、先端にかけづらいということで、ディーンはあえてこのような六角軸にしているということなんです。で、六角ですとこの角がですね、当たって傷をつけてしまうんじゃないかと、そんな心配をされる方もいらっしゃるかと思います。もちろん当たれば傷はつきますけれども、先ほど申し上げたようにここ細いのでね、穴の側面にこう当たる心配はないと思いますので、まあ、ガタつきを、ね、このようにすればまあちょっと当たってしまいますが、そこはまあ気をつけて使っていただければというふうに思います。そして、根元にはこのようにボルスターがついておりますので、ちょっと固着してしまったネジ、力をかけたいときね、キュッと、はい、円柱をかけることができます。8ミリのボルスターになっています。で、ディーンはですね、このシャンクの長さがこれ150と250と2種類あります。はい、ロングになっておりますので、ね、しっかり力をかけられるようにやっぱりね、ここはあえて六角になっているということです。そして最後3つ目、3つ目はですね、やはりこちら、グリップですね。はい、ディーンのグリップはですね、このようにね、五角形になっております。そしてここがこうね、ちょっと膨らんでおりますので、このように手で包み込んで回すときに手にフィットして、とても握りやすいということなんです。そしてここの黒いところ、ここね、柔らかいゴム状の材質になっておりますので、例えば指先で回したいときにですね、指がこうかかりやすく滑りにくくなっていると
ということで、このグリップもね、とても人気のある形状のグリップになっています。そしてここ、あれ貫通かなというふうに思われる方もいらっしゃるんですが、これ貫通ではないです。貫通のようにちょっとこれついてますけども、ね、貫通ではなく、まあ、これデザインになっております。はい、ポイント3つ目はですね、ディーン独自のこのグリップということです。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、オートモーティブの中でなかなかこう細軸のドライバーって使う機会はないかもしれませんけれども、電気関係ですとか設備系の方ですとか、ね、今までプラスの2番で入らない、穴の奥のネジが回せないという経験をされた方にぜひね、使っていただきたいディーンのプラスの2番細軸のロングドライバー、こちらの商品はファクトリーや各店と通信販売で購入できますので、よかったらぜひ使ってみてください。ということで、今日の工芸てっちゃんがおすすめしますはディーンのプラスの2番の細軸のロングドライバーでした。